長崎県第1区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2017年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2013年公職選挙法改正から2017年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。県南西部、県都である長崎市及び旧西園木郡地域から構成される。観光業が盛んであるほか、三菱重工業による造船、鉄工も有名。この選挙区を地盤としていた。 国民民主党長崎県連代表の高木義明は、三菱重工業の労働組合出身である。第48回衆議院議員総選挙では、高木の議員引退に伴って、かつてこの選挙区を地盤にしていた、西岡武雄の娘である、西岡秀子が、高木の地盤を継いで希望の党から出馬して初当選。この選挙で、 希望の党の新人で小選挙区で当選したのは、全国で西岡のみであった。第49回衆議院議員総選挙では、安倍晋三の元秘書の初村滝一郎が出馬したが、国民民主党から出馬した西岡が再選した。自民党が強い勢力を誇る保守王国の多い、九州の中では、新進党、民主党といった非自民勢力が議席を確保することが、 多い選挙区である。第49回衆議院議員総選挙10月31日、長崎県第9次の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、33万4139人、最終投票率、 55.25%第48回衆議院議員。総選挙10月22日長崎県第1区時の内閣第3次安倍第3次改造内閣解散日。2017年9月28日公示日。2017年10月10日。当日有権者数34万7539人。最終投票率54.86%第47回衆議院議員。 総選挙12月14日、長崎県第1区時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、当日有権者数、34万6340人、最終投票率 49.、49.65%第46回衆議院議員、総選挙12月16日長崎県第1区時の内閣、 野田第三次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、最終投票率 56.、56.81%。第45回衆議院議員総選挙8月30日、長崎県第一九次の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、 第44回衆議院議員総選挙9月11日、長崎県第1区次の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、長崎県第1区次の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、 2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日長崎県第1区時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員補欠選挙長崎県第1区当日有権者数人最終投票率第41回衆議院議員総選挙10月20日 長崎県第1区次の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。